スポーツデポアルペンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。スポーツデポフォレオ枚方店のちゅうくんです。本日のテーマはお母さん必見、お子様の熱中症対策ということで、近くの公園に来ているんですけれども、本日の大阪府枚方市の気温はなんと36度です。暑いですね。見てください、この天気。この暑さの中で野球をするお子様のために熱中症対策をご紹介していきたいと思います。とその前に、立ってるだけでも汗がにじんでくるんですけど、まずは何も対策をせずにランニングしていきます。行ってきます。走ってきました。やっぱりこの気温の中で何も対策をせずに運動するのはやっぱりきついですね。自分も高校時代に熱中症で両足がつってしまって辛い思いをしたことがあります。こんな経験をしてほしくない、そんな思いで熱中症対策をご紹介していきたいと思います。ではどんな対策があるのでしょうか。実際にスポーツデポフォレオ枚方店に行ってみましょう。スポーツデポフォレオ枚方店にやってきました。熱中症対策のまずは大定番、水分補給を説明していきます。水分補給は飲む種類とタイミングがとても重要です。まずはこちら、こちらの飲料はアイソトニック飲料と呼ばれています。塩分はもちろん、エネルギーや炭水化物が多く含まれています。運動前にはエネルギーを多く補給しておく必要があるため、こちらがおすすめです。続いて運動中や運動後はこちらがおすすめです。こちらの飲料はハイポトニック飲料と呼ばれ、水分を体内に素早く補給できるのが特徴です。運動中や運動後は汗を大量にかいて水分が失われてしまうのでぴったりですね。ただ個人差がありますので、アイソトニック飲料との併用などお子様の体調に合わせて補給してみてください。続いてはサプリメントです。まずはこちら、スポーツキャンディー塩飴です。スポーツデポフォレオ枚方店の野球経験者や今も野球を続けているリアルプレイヤーのスタッフに熱中症対策について聞いたところ、一番多く名前が挙がった商品です。しっかり塩分が取れますので、昼食の時間だったり練習の合間の水分補給の時間に食べてみるといいですよ。続いてアミノバイタルの紹介です。こちらはゼリータイプになっておりますので非常に飲みやすいですよ。運動前にはこちらのアミノバイタルゼリードリンク、そして運動中にはこちらのアミノバイタルアミノショットがおすすめで、エネルギーを補給できます。特にこちらは非常にコンパクトになっていますので、運動中やちょっとした合間に飲みやすいですね。そして運動後はこちらアミノバイタルゴールドを飲むことによって体のリカバリーをすることができますよ。皆さん、熱中症対策は飲食だけではありません。まずはこちらの冷却タオルになります。本体に水分を吸収させてしっかりと絞ります。そして5秒ほど強めに振っていただくだけで冷たくなるんです。ものすごく簡単ですよね。しかも水に濡らせば何度でも使用できるんですよ。続いてはこちら、帽子が凍るスプレー。帽子の内側にスプレーするだけで凍るんです。ソフト冷却もありますので少し冷やすこともできます。こちらは後ほど実践してみますね。では実際にグラウンドに行って熱中症対策を試してみましょう。戻ってきました。それでは先ほどご紹介した中で、こちらの帽子が凍るスプレーとこちらのアミノバイタルを試していきたいと思います。ではまずこちらの帽子が凍るスプレーを試していきます。帽子に振りかけます。こちらがハードモードですね。でソフトモードにもできます。かなりこれでひんやりになりますので。めっちゃ冷たいですね。帽子の中って結構熱がこもりやすいので、ちょっと振りかけるだけでもすごいひんやりして、もう今にも動けそうです。
続いてはこちらの運動前におすすめのアミノバイタルを飲んでいきます。ゼリータイプなのですごい飲みやすいですね。運動前にぴったりです。それでは熱中症対策をした上でもう一度ランニングしていきます。行ってきます。そして運動中におすすめのこちらですね、こちらを飲んでいきます。コンパクトタイプなので運動中でもサクッと取ることができるのでおすすめですね。それではもう一周行ってきます。それでは運動後におすすめのこちらを飲んでいきます。美味しいですね。疲れた体のリカバリーにはこちらがぴったりです。皆さん本日は熱中症対策をご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。やはり疲れ具合も全然違いますし、パフォーマンスもかなり上がります。ぜひ実践してみてください。本日ご紹介した商品はスポーツデポアルペンでご購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。9月以降もまだまだ暑い日が続くと思います。万全な熱中症対策をしていただいて、お子様たちには気持ちよく野球をプレーしてもらいましょう。以上、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。スポーツデポ、ポレオ枚方店のちゅーくんでした。